で、合理的です。パーフェクトエッグです。ほら、めっちゃうまそう。さあ、もし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 、好きやつアイスということで、私もう限界でございます。何が限界かっていうと、もう3本取って3本全部つまみだったんで、もう私は限界の領域に近いです。そしてですね、私がそんな中選んだのはですね、やっぱ締めの料理でございます。そして締めというとですね、皆さん何を思い浮かべるでしょうか。やっぱ締めラーメンですよね。今すっごい蒸し暑いじゃないですか。暑い中でこれは食べてほしいっていうレシピでございます。ラーメンです。冷麺って言っても皆さん冷麺って作りますか？作んないでしょ。なぜかっていうと冷麺の麺があんまり売ってないからなんです。今回はですね、冷麺の麺じゃなくてこれ、札幌一番、この醤油味ってすっごい使えるんです。アレンジがめちゃめちゃ効くんだ、この醤油味の麺。こいつをもう冷麺にします。内向に美味しいです。なので今回は札幌一番醤油味で冷麺を作っていきます。ガッツ龍二のバズレシピ。はい、材料をいきたいと思います。まず札幌一番醤油味、これが非常に冷麺のスープに合います。そして豚バラ肉 50g かな、でキムチ 60g、 キュウリ3分の1本、まあ、以上です。他の調味料は概要欄に書いてますので、あと半熟のゆで卵作っておいてください。なくてもいいんですけども、あると非常に冷麺っぽくなりますので、今作ってます。そしてこのスライスしたきゅうりはね、こうやって並べます。で、これで、こうやって切っていくと、すぐ千切りになりますんで、はい、こんな感じですね。じゃあもう包丁を使うの終わりですね。じゃあもうやっていきたいと思います。スープを作っていきます。丼にね、札幌一番のスープを入れます。はい、そして冷水です。キンキンに冷えたお水用意してください。スープもキンキンに冷えますんでね。で、入れるのはね、お酢と砂糖。まずね、砂糖から入れましょうか。砂糖を小さじ1とお砂糖入れます。そしてですね、お酢です。小さじ2杯入れます。これを入れるとなんとですね、札幌一番の醤油スープが本当に冷麺になります。ほら、で、よーくかき混ぜます。はい、お砂糖はね、混ざりにくかったりもするんで、ここでよーく混ぜてあげる。そうしたらもうね、スープ完成なんですよ。すっごく簡単でしょ。で、これは冷蔵庫で、ね、冷やしておいてください。まずね、ここに、ポロイジの麺を入れます。はい、そしてですね、ここから重要です。豚バラもちぎって入れます。はい、ちぎっては投げ、ちぎっては投げです。はいはい、はい、こんな感じです。豚肉と麺をね、一緒に茹でることによってね、めちゃめちゃ時短になります。冷やすときに一緒に麺と一緒に冷やせばいいんで、合理的です。麺はね、できればね、3分ちょいぐらい茹でてください。なぜかというと、水にこれからさらしていくんですけど、麺が締まるんですよね。なので3分で、麺を水で締めてしまうと結構硬い食感になります。ちょっと茹でたかなっていう、3分30秒ぐらい茹でていいのかな、感覚でやるんだったら芯通ってないなぐらいです。じゃあざるにあげます。はい、流水で洗いました。真夏はね、氷水で冷やしてください。なぜかというと、流水のね、温度がね、夏場高くなるんですよ。なので冷たいお水で冷やした方がやっぱ美味しいです。冷やしたらこうキュッとね、水気を絞ってください、麺のね。そしたらこいつに麺をね、ぶち込んでいきます。はい、ぶち込んで、はい、こんな感じです。はい、で、豚肉はちょっとね、ひとまとまりにしておく。こんな感じでひとまとまりにしておくね。そしてキュウリです。キュッキャンベルです。そしてキムチです。はい、こんな感じですかね。そしてパーフェクトエッグです。はい、ほら、めっちゃうまそう。そしてスパイスをこうパラ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 っとね、全体的にかけてくださいね。そしたら仕上げにごま油をね、小さじ2杯ここに回しかけます。まあ、辛いのが好きな方はね、ラー油とかでもいいです。こんな感じでね、これがね、肝です。はい、ということでですね、こちらで札幌一番醤油で作る冷麺風冷麺完成でございます。さあですね、できましたので食べていきたいと思います。
食べさせてください。くわー、うめえ。チャミスルチュセヨ、いただきます。具をたっぷりと巻き込んでいただきます。おお、これは完全に冷麺ですね。最高にうまい。これスープがね、酸味があってちょっと甘みがある。このスープが最高においしい。そして一緒に茹でた豚バラもめちゃめちゃ柔らかい。うまっ。このスープが最強にうまい。ということでこれはやりたいですね。ストップチャンス、チャンス。はーい。ああ、いただきます。いいっす。めっちゃさっぱりしますね。超うまいっしょ。うまっ。てか冷麺これ札幌一番でできるの最高じゃないですか。しかもさ、麺がさ無理やり冷やした感なくない？ツルツルじゃない？そうそうそう。はい、ということでですね、皆さん今回の札幌一番のこのアレンジどうでしたでしょうか。味変するとしたらね、ラー油とかさせていただいて辛みをちょっと増してもね非常に美味しいです。とにかくこの醤油ラーメンがお酢と砂糖だけでこんなに冷麺っぽい最高に美味しいスープになるんだっていうのを覚えてほしいです。冷やしで札幌一番食べたことないっていう方は絶対やってください。この夏超スペシャルレシピです。ぜひぜひ行ってください。あのいつもみたいにさバカみたいにさ、あのなんか、あ、今日冷やし冷麺なんで、あと僕も冷やしたあのドリンクを飲んでいきたいと思いますみたいな。なんあれ、もう全然意味わかんない。俺シラフの時に見た、何やってんだこいつと思うもんね。多分ね、あのみんなそうだと思う。だからもうね、あの今日はねもういい。